皆さんこんにちは。こんにちは。クレイン&ワイの滝口です。浜井です。はい、ということで今回も業界の本音トークということをねやらせていただきますけれども、今回のテーマ、こんな SES 営業は嫌だ。大喜利ではございません。はい、大喜利ではございません。河合さんはそれこそ SES 営業じゃないですか。それまさにもう言われる側にもなる可能性がある立場なので、ね、そうあるんですか、なんかこういうの嫌だなみたいなことって。ありますね。お、結構 SES の営業さんは適当です。おお、そう。へえ。適当な人が多いです。どんな部分の適当っていうの。もう新規で打ち合わせをするっていう時点で割と分かるんですけど、うん、まあ、打ち合わせをしませんかっていうご連絡をいただいて、うん、まあ、これからじゃあ調整しましょうかっていう時に、はい、メールさせていただきますっていう、まあ、約束をして切った場合でも、うん、メールが来ないとか、なるほどね。こうずるずる行くとか、はいはいはい、まあ、結構その連絡のやり取りの中で、うん、全然ほんと捕まんなくて、うん、本当に2日ぐらい連絡がつかずに、うん、本当にどうしたらいいんだろうって最初のもう新人の頃はもうテンパっちゃって、はいはい、もう部長さんにどこどこの誰々様と連絡がつかないんですが、どうしたらいいですかで、割とあるよあるよみたいな、はいはいはい、だからそういうお客さん選びも一つのなんか重要なポイントになっているというか。ああ、なるほどね。はい、まあ、そもそもね、でもね、連絡がつかないってこの業界の営業じゃなくても営業職として終わってるなって思うけどそういう人って大体折り返しもないでしょ、その後。ないです。そう、ないんですよ。だからもう名前覚えちゃうので、次に何かのタイミングで連絡が来たりとか、例えば番号変わってて、はいはい、どこかからとかっていうので連絡来ても、あの時のあの人だと思って正直覚えてますよ。しれっと連絡くれるんですけど、多分でも覚えてますよね。悪いことしたっていうのも多分心のどこかにはあると思うので。分かんないよ、やってる側忘れてるかもしれない。忘れたこともありえますかね。初めましてって言ってくる人いるかもしれないしね。ひどいですよね。それはひどいね。ひどいですよね。ね、これ SES の営業だからっていうことじゃないですけど、僕がやってた当時はもうね、極端にクライアントとエンジニアのどっちかに肩入れする人間が超嫌いでした。いや、事実確認もしてないのに、だから一方的になんか僕が例えばお客さんをやり取りしてるクライアント側であったとしたら、うちのエンジニアがこんなこと言ったんですけど、どうなってるんですかみたいな、なんか、しょっぱなから激高みたいな。で、結局、裏取ってみたら、そのエンジニアがなんか、やいのやいの文句言ってるだけだったので、で、なんかね、ほとぼり、なんか自分が怒っちゃったから、なんかこう、怒りの矛先がどこに行っていいのか分かんないけど、謝っても来ないし、みたいな。こいつ、っていう、なんかこう、先走り、営業ですね。先走り営業さんいますね。そういうのがちょっとキレッキレなんですよね。常に怒ってる人います、ね。そう。なんかテキパキハキハキしてるのはいいんだけど、はい、まあ、それは別にねいいことなんだけど、なんかベクトル違くねっていう。うん。っていうのは。なんかこうトラブルが起きてもトラブルにならない営業さんいるじゃないですか。うん、そのお互いにじゃあどうするっていう。そう。ちゃんと着地点を見つけようと一緒にしてくれるね、はい、人たちっていうのは、まあ本来そうあるべきなんだけど。お互い間に入ってるから。そうですね。どこかにこうもう前だっていうふうにやりたくなっちゃう気持ちもまあ分かるっちゃ分かります。分かんなくはないけど、まずは確かめようよ。いや、そうですね。そうですね。話ですよ。でももう結構 SES 営業何してるか分かんない人も結構多いと思うので、まあ今日の話を、うん、もしそのなんか SES 営業の人何してんだろうみたいな気になる人とかは、なんかちょっと話してみたりとかすると、そうね、へえみたいなことあるかもしれないですね。うん、大体怒られてます。大体お客さんに、あの人どうなってんの来ないんだけどみたいな。そっちパターンが多いですね。大体怒られてますね、はいはい、頑張ってますな。河合さんもぜひ頑張ってください、はい、ということでございまして、はい、はい、SES、こんな SES 営業は嫌なんていうのをこの辺でね、終了させていただきたいと思います、はい、じゃあ本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、はい、また見てください。バイバイ、バイバイ。